若い力士の手元をご覧ください。綱を汚さないために真新しい手袋をしております。綱を左右に引っ張って距離を戻しております。知らない方は背中の輪が2つあり、雲竜型よりも長さが必要となるため、綱の長さは約6メートル、綱の一番太いところで直径が15センチあり、重さが約14キログラムとなります。化粧の足と綱で前後の重さは約22キログラムにもなります。綱の中には麻と銅線が入っており、綱に麻を入れるのは不老長寿と魔除けを意味しており、まだ綱が白色であるのは清浄潔白を表し、自分自身を清めると言われております。この綱でございますが、年3回東京場所前に綱の競争があれ、一門力士総掛かりで稽古回しに紅白のねじれ鉢巻き、真っ白い手袋を決め、にぎやかに掛け声をかけながら力強く左から寄り合わせて作り上げます。横綱と表裏には雲竜型と知らぬ型があり、江戸時代末期の10代横綱雲竜と11代横綱知らぬの土俵入りが美しかったことが由来と言われております。知らぬ型の土俵入りは攻撃の型を表し、両腕を広げて競り上がります。横綱の土俵入りは本来相撲の基本するべき本年の上段の構え、攻撃の中段の構え、守りの下段の構えと三段構えを横綱が一人で行い、心一体、すなわち心を収め、気を失い、体を整えるという形を表しております。ご覧ください、見事に締め上がりました。